て、迷惑行為捜査員、みんな見てみて、この町のモニュメントのひよこの巨大像を作ったよ。これでこの町ももっと盛り上がるといいな。なんだこれ、誰かの像ができてる。でもこの人わからないな。俺の方がこの町である意味有名だろ。こういうのは有名な人の像を作るって鉄則だろ。俺が作り置き換えてやるよ。おい誰だよ、顔勝手に変えたやつ。誰だよって突っ込んだけど、こんなん犯人俺ですって言ってるもんだ。自己主張激しいのはいたずらする時だけに仕上がれ。よし、もういたずらされるのはこれよりだ。今回は家の中の地面の下に宝箱を隠したぜ。これはさすがにバレない。よっしゃ、今日もマイクロするか。例えばネットで面白いリソースパック見つけたんだよな。これ入れてと。おお、何これすげえ。下の鉱石とかが全部見える。あれ、あそこのチェストはなんだ。イエーイ、こんなところに宝箱隠してやがるぜ。俺みたいなやつがいることも想定することだな。はあ、何やってもいたずらされるのかよ。どうしてまあ。外遊キッズいるやんけ。ってなんかすげえ剣持ってるな。何それ。これはな、こんな感じに溶岩を花とかで囲ってあげて、そこに特定のアイテムを投げ入れることでゲットできるんだよ。やってみなよ。わかった、やってみる。ダイヤとネザースターを投げてと。で、あれ何も起きないよ。騙されてやんの。んなわけねえだろ。無知は罪って言ってな。うるせえ、僕マイクラ始めてまだ1日しか経ってないのに知識があるわけねえだろ。初心者いじめんのも大概にせえ。